本日ご紹介させていただくのは鈍感力です。この鈍感力は100万部を超えるベストセラーになりました。まあ今ですね、変動が大きい現代だからこそ、これからを生き抜くたくましさを培う、そういった視点でこの本の解説を進めていきたいと思います。著者の渡辺淳一さんは札幌医大を卒業し、整形外科医の後作家となり、名著としてこの本を書かれています。作家、医者、両方の視点から描かれていますので、非常に読み応えがあって面白い、そういった本になっています。それではこの本のポイントをお伝えいたします。今まさに激動の時代と言えます。だからこそしなやかに、たくましく、強い力が必要になってきます。まず一番目に、鈍感力、気にしない力を持つことで何度でも立ち上がる、それで目標、夢は叶っていくんだということ。2番目、叱られ続けた名医、怒られても気にしないことが最終的にこう出世までつながったということ。そして3番目に、健康的な生活を過ごすために、一つは血液をサラサラにすることと睡眠が大事ということをお伝えいたします。4番目に、図に乗る才能が大事と、図に乗るというとちょっとあまりいい意味として捉えづらいかもしれませんが、自分の才能を信じ切ってみると、その信じさせてくれる存在がいて、そして信じ切ってみたということで自分の夢を叶えた画家の話をさせていただきたいと思います。この4つのエピソードを中心にお伝えさせていただきます。1番目、鈍感力についてお話をします。渡辺さんがデビューする前にですね、何度も何度もこう原稿を書いていた中で、非常に才能に恵まれた王さんという作家希望の方がいらっしゃいました。この作家希望の方、もう何度も何度もこう原稿を書くんですけれども、なかなかこうダメ出しをされてしまったり、才能があると言われてるんですけども、なかなかそれをやっぱりこう個人で受け止めすぎてしまって立ち上がれなくなってしまったと。で、結果としてはその立ち上がれなくなってしまったことによって、こうチャンスがなくなって最終的に姿を消していかれたそうなんですね。やっぱりこういった視点からも、やはりその成功するっていうことはですね、才能だけではなく、こう鈍感力があるからこそ、気にしない、まだチャンスがある、こう渡辺さんの場合は何度でも立ち上がって、よし、また原稿を書こうという気持ちになって立ち上がったそうなんですが、その立ち上がるということができなくなってしまうぐらい気にしすぎてしまうと、やはり自分の力を出し切れない、またチャンスをもらえないということにつながっていくんだという話です。何度も立ち上がること大事なんですね。この話よくわかります。私もこう YouTube をやりながら、やっぱりこう人の役に立ちたいっていう気持ち、まあとにかくそれでですね、ずっと継続して続けていこう、まあダメでもいいからやってみようと、やってみたら何かわかるかもしれない、まあそんな気持ちで進んでいます。まあぜひこの鈍感力は身につけていきたいというふうに思います。そして2番目に、叱られ続けたメイと、メイなのに叱られ続けてる、あれというふうにちょっと思われるかもしれないんですけれども、これは札幌医大外科医時代の3期上の先輩で S 先生という方がいらっしゃったそうです。この S 先生という方はいつも怒られており、まあ、はいはいと、まあ、明るく、まあ、常に受け流しながらですね、もう非常に肝ったまま座っていて、もう何も他の周りの人がですね注意を受けたら気にしすぎてしまって落ち込んでる方がいっぱいいらっしゃるのに、まあ、その中でいつもと変わらない様子でご飯を食べて、そしてお風呂に入って、そして明るく後輩を励ますという方だったそうです。その前向きさ、これは非常に素晴らしいものがあって、この方どうなられたかというと、札幌市の郊外の病院で名誉理事長にまで出世をされたいそうです。嫌なことを言われても気にしない、精神を安定させて心地よく、そして健康を維持しながら仕事で成果を上げることができたということです。実はですね、こう例えばお小言だったり悪口だったりっていうのは、言われる側よりもですね、言う側の方が得てしてこう立場が悪かったり、気持ちが良くなかったり、追い込まれてることが多かったりするということなんですね。だから実は悪口を話している、または注意している側の
相手の気持ちに立つと意外に気にならなくなるものだということです。ぜひですね、まず一日でも気にしない日を作る、そういう小さいことから始めるととても進めやすいと思います。3番目です。健康に過ごすための2つのポイントとしてお伝えいたします。まず人の体というのは血がサラサラ流れているというのがとても大事です。これはまず一つはですね、交感神経というのは血管を縮める作用があって、また副交感神経というのは血管を広げる作用があるそうです。で、交感神経というのはこう精神的に不安だったりイライラしたり緊張したり、また何かこう勝負事をしたりというようなこう張り詰めるような瞬間があった時にはキュッと血管を締める役割があって、で逆にですね、副交感神経っていうのは穏やか、楽しい、リラックス、また睡眠をとっている時、いろいろありますけれども、この血の巡りを良くなっている時っていうのはこう血管が開いている、副交感神経が優位になっているということで血液がサラサラになるそうです。なので血液が開いている状態、少しでもリラックスをする、落ち着く、こういったことを進めることによって血液サラサラの人生になる。やっぱりここでもですね、こう緊張感を生まないとか、また穏やかでいることっていうのはとても大事だということで、まさに先ほどの鈍感力っていうのがとても大事になってくるということですね。また睡眠もとても大事です。睡眠は全ての健康の源で、よく眠る、すっきり起きられるというのはとても大事なことです。仮にしっかり睡眠が取れている人、取れていない人の比較をした場合、1日7時間ぐっすり眠れる人と、1日7時間寝ようとしても2時間眠れない、またさらに朝2時間ぼーっとしてしまう、この人の差を考えますと1年で1440時間、これを仮に働き盛りの40年間で換算すると5万7600時間という膨大な時間に変わります。この時間どう考えても補うことはできません。なのでこう一生に大きな影響を与える可能性があるんですね。なので何が起きても睡眠力を持ってるというのはとても大事です。なので睡眠しっかりとっていきましょう。そして4番目、図に乗る才能がとっても大事ですということです。ある画家の A さんというのが、なぜ画家になれたかと聞くと、近所のおばさんが会うたびにいつも絵を褒めてくれた、うまく描いたらまた会いに来たタイミングでまた褒めてくれた。そうするとですね、さらにおばさんを喜ばせたくなるためにもっともっと上手くなろうと、どんどん練習をするようになって才能が磨かれていったということです。本気で自分には才能があると信じてみるから自分の未来が変わる、これもまさに鈍感力が成し得る技だということです。それではまとめに入ります。この鈍感力、今の時代を生き抜くためにとても必要な力です。この鈍感力があれば自分の夢を達成できるかもしれない、また健やかに健康に生きていけるかもしれない。本日はそういったテーマをメインにお話をさせていただきました。憧れますね、この鈍感力。ぜひ身につけていきたいと思います。一日の中の少しでもできることから始めてみる、ちょっと気にしない日を作ってみる、こんなことからぜひ進めていただければというふうに思っています。1番目、鈍感力、気にしない力を持つことで何度でも立ち上がることができる。2番目、叱られ続けたメイ、悪口批判を気にせず明るく前向きに進む、そしてメイになったという話です。3番目、健康的に過ごすためには血をサラサラにすること、睡眠をとることが大事です。血をサラサラにするにはストレスをためないこと、楽しんでリラックスすること、睡眠はぐっすり眠れる習慣を身につけること、これだけで一生が変わるかもしれません。4番目、図に乗る才能が大事、褒められたら調子に乗る、いい気になる、やればできると思う、これはとてもいいことです。自分が本当に良いなと思うことのみを信じる、通ずしさを持つことも大事なことだというふうに本書教えてくれました。ぜひこの鈍感力を身につけることで日々の生活が楽になったり、まずはそこから進めていただいて、ご自身の体が健康になる、
またそうして自分の夢が叶う、そんなような明るい未来を信じて、ぜひ一緒に頑張っていきましょう。本日はご清聴いただきましてありがとうございました。このチャンネルでは人生を豊かにする本を中心に紹介をしていきたいと思います。皆様に元気と癒しをお届けしたいと思います。気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。本日はご視聴いただきまして誠にありがとうございました。